今回はデカールの貼り付け作業の実演動画です。僕が普段やっているやり方ですので、ご参考になれば幸いです。よく切れるデザインナイフを使って切り出していきます。1枚目のデカールを水に浸している間に、次以降のデカールを数枚切り出しておくと時短になります。ある程度の時間、水に浸したら、ティッシュやキムワイプにあげて、置いておきます。デカールの貼り付けも、墨入れ同様に、塗装面が光沢状態であることが望ましいです。光沢面の方が、デカールの密着度が高くなり、シルバリングなどのトラブルが起きにくくなります。デカールを貼る場所に、ミスターマークセッターを、あらかじめ塗っておきます。マークセッターは必須ではないのですが、シルバリングなどのトラブルを防ぐために、保険のような気持ちで、僕は使っています。これくらいのサイズより大きいデカールは、台紙ごと貼る場所に持っていきます。台紙からデカールをスライドさせ、台紙を引き抜きます。スライドマークと言われるゆえんですね。大きめのデカールは貼り位置がずれていたり斜めになっているととても目立つので入念に調整します。位置が決まったら、デカールとパーツの間の空気を追い出して、密着させていきます。まずは湿らせた綿棒を使います。いきなり乾いた綿棒を使うと、綿棒側にデカールが持っていかれてしまう場合があるからです。空気を追い出す過程で位置がずれてしまっても慌てず調整しながら密着させていきます。位置も決まり、パーツに密着しました。次に、中くらいのサイズのデカールを貼っていきます。僕の場合、これくらいのサイズより小さい場合は、台紙からピンセットでつまみ上げて貼っています。
はい、きれいに貼れました。次のデカールもやり方は同じです。位置を調整する中でデカールがよれてきてちょっと不安だなと感じた場合は、水を含ませた筆を使うと調整しやすいです。位置が決まったら、綿棒を転がして密着させていきます。デカールの周りに残ったマークセッターや水は、しっかり拭っておきます。特にマークセッターが塗装面に溜まっていると、シミのように跡が残ってしまう場合がありますので注意しましょう。次に小さめのデカールを貼っていきます。デカールが台紙から動きづらいときは、無理に動かさず、もうしばらく待ちます。マークセッターも一旦拭っておきます。と動くようになったら OK です。手順はこれまでと同様です。左右シンメトリーな位置に貼るデカールは、左右で位置がずれていないか入念に確認しながら作業します。
さらに小さいデカールを貼っていきます。水平、垂直に気を配りながら位置調整をしていきます。デカールで表面の情報量が上がっていくとテンションも上がってきますね。左右、シンメトリーに貼れているかを確認して密着させていきます。はい、ビシッと貼れました。この後のトップコートを拭くまでに常温であれば24時間程度乾燥させると安心です。以上、僕がいつもやっているデカールの貼り方でした。ハウトゥー本や
人によって微妙に差異があるかもしれませんが、比較的スタンダードなやり方だと思いますので、参考になれば幸いです。